弟がな、うん、そのニュージーランド行ったお土産にこういう服くれた。その T シャツ？うん。これ着ていこうかなみたいな。初めて着る。変わらない。着いた？もういいわ。そんな台本見てないと思うから。化粧初めて3日目みたいな。そのしちゃうのや、いつもせえへんねんから。練習してんの？やってきました。私一人ポンで No 玉ねぎ売ってる No あ、かわいいやん。これ欲しい。スリッパ300円やで。え、なんか足に刺さりそうじゃん、このささくれが。確かに、裸足では使われへん。まあ、夏っぽくて可愛いね。うん。あんま走らない、ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。トラックの上で水が流れてます。すごいよくあるやつ。恐竜。すげえ。あ、この中まで。中学生と思いますのでしばらくお待ちさせていただきます。はい、チキンさす。甘い辛い辛い。はい、辛いよね。はい、辛いの。どう？美味しい。美味しい？じゃん。海鮮焼きそば。美味しそう。このモーちゃんの袋っていうのね、可愛すぎて。そう、今もうしがらみめっちゃハマってるから、うん、もうこんなん買うしかないってなって。ヨーグルトめっちゃ大きいよ。なあ、no、お腹ピーピーになるじゃん。こんなにこれになるから。かわいいね。ザラメ入り。うっ、硬い。硬い。うん、めっちゃ美味しそう。今まで食べた、はい、ヨーグルトの中で一番美味しい。ほんまに？うん。いつも同じようなこと言ってるけど。めっちゃ牛乳の味すんな。あ、そうね。でもなんか舌触りが普通売ってるやつこんなんない。滑らか？うん。いただきます。食べたら分かるわ。まあ。めっちゃ美味しいやんな。美味しい。全然酸っぱくないな。うん、ヨーグルトやけど。めっちゃ牛乳系や。なんかカフェやってるやって。どこで？あとな、宝塚南口駅。へえ、いいな。今度行こう。な。ブログ書いてるし俺も。美味しすぎて。美味しいな。なんかこう。クリーム層があって、うん、その下に伸びるヨーグルトやって、やっぱビローンってなってたん。あれはヨーグルトやったんや。あ、じゃあクリームとヨーグルトとザラメなんや。層が3つに分かれてるっぽいな。ほんま美味しい。感動やわこれ。すごいな。